おいサトシサトシソノベおいソノベお前、何逮捕されてんだよな、サトシはい、どうも、コウちゃんです。えー、びっくりしたニュースが入ってきましたね。えー、コウちゃんも、まあ、ドラホ TV 時代ですね、コラボ、 させていただいた、聖光学院出身、えー、元オリックスの、園部聡容疑者ですか。えー、今は、えー、コラボさせていただいたんですけど、えー、そのね、園部聡容疑者が、なんと、詐欺罪で逮捕されました。えー、事の経緯はね、詳しくはわかんないんですけども、えー、知人の女性に対して、 えー、新しい会社を、えー、設立するということで、えー、ね、えー、会社設、えー、立するために、えー、まあ、なんかあのー、プロ野球やめてから、まあ、コンサル業やってたってのを聞いてて、えー、まあ、そういったこの会社の設立とか、まあ、そういったところでこうね、えー、なりわいとしてやってたんですけども、まあ、そのなりわいがですね、えー、この、 え、容疑になったっていうね。ああ、なんて何やってんだっていうところですね。え、まあ、知人の女性にね、会社設立するっていうことで55万円、え、会社に、え、作るのにかかるから、え、55万必要なんでひっくり込んでくださいみたいなことをね、え、言って、まあ、詐欺というかね、え、騙し取ったっていうね、55万円を騙し取って、え、え、逮捕されたって言ったところでね、え、本当に何をやってんだって言ったところですけども、 成功、えー、学院の同期の加賀容疑者と二人で共謀して、この、えー、犯罪に手を染めてしまったっていうね。で、この加賀、加賀ってやつは、あのー、まあ、今回だけじゃなくて、えー、その、前にも、二、えー、つ、世代二つ下の、今、千葉ロッテでキャッチャー、ファーストと強打のね、 えー、として、えー、千葉ロッテで活躍している、あの、佐藤俊也。あの、佐藤俊也選手の二つ下にいるんだけど、その佐藤俊也に対して、ちょっとね、あのー、詐欺的な投資話を持ちかけて、えー、まあ問題になって。で、それがまあちょっと今回繋がってくるんだけど、えー、今回はその、 同期の、園そのべ、えー、と手を組んで、こういった、えー、犯罪に手を染めてしまったっていうね。本当にこう、クソだよね。うん。本当にクソ。本当にクソ。で、二2年ぐらい前に、えー、ビーモレルっていうね、YouTuber ーー、えー。本当にはもう、オリックスファンを、公、え、言、ー、していて、もう、オリックス大好きな、えー、ユ YouTuber ーーなんだけど、そのビーモレルとコラボした時に2年前に、あのー、 園部辺里氏の同期に、奥並っていう、あのー、まあ、パワーヒッターで鳴らした、えー、元プロがいたんだけど、その奥並も、えー、犯罪三冠王って言われていて、えー、交通事故売春、えー、詐欺、窃盗みたいな感じで三冠王をやらかしていて、同期にそいつがいたもんだから、えー、ビーモレルと園部辺里氏が、奥並おい聞けよみたいな感じで動画を撮ってて、それが2年前で、 内容的には、おい、奥波何やってんだよ、みたいな、い戻って来いよ、みたいなね、こう出所したら、みたいな感じで言っていて、まあその、奥波が犯した犯罪について、B モレルが、園部辺里氏に、えー、この犯罪に対してどうも、奥波今、どう思ってると、今後していきたい、みたいなことを話して、園部辺里氏が、いや、もう、戻ってきたら、 一緒に野球やりたいよね、みたいなね。やったことはしょうがないんで、みたいなことをね。普通にクリーンでこう、クリーンな状況で言ってるんだけど、何逮捕されてんねん、ソロベサトシお前が同じことじゃないか、もう本当に。あの、オリックスなんで、えー、今ね、あの、漢字でおりって書いて、で、クスって書いて、オリックスっていうね、あの、漢字すると折にクスって書いて、オリックスってなってるんだけど、 あ本当にね、その、なんていうの、YouTube ね、見てください。あの、リンク貼っとくんで、2年前のそのーモレルさんのね、YouTube ね。あの、本当に、同じようなことをお前は今やっちゃったっていうね。あの、容疑は違うけども、その時にお前が感じて言ったこと、そのままだよ、俺、本当に。俺も本当にコラボさせてもらって、あ まあ、ホームラン企画とかね、あのー、打撃メインの企画とかやったんだけど、喋った感じ、あのー、本当にそれ以降もやり取りさせてもらって、えー、ちょいちょいこう連絡取ってたんだけど、あの、本当に生で喋った時とそういったやり取りとかも含めて悪そうなやつでもないし、 あ,あ、いいやつだな。こんなやつが犯罪を犯すんだなあっていう風に思ったんだけど、まあ、高青年の印象だったんだけど、やっぱり犯罪者ってやっぱり、天性の犯罪者だよね。やっぱり、そういうこう、悪そうじゃないんだよな、いいやつなんだよなっていうやつが犯罪を犯してしまうっていうね。だからそれもやっぱ含みで、やっぱり詐欺、詐欺するような、ほんでペテンシ的な、あのー、ね、口は弁護士、心は詐欺師みたいな。やっぱり、 やっぱ天性の寂しい、えー、犯罪者だったんだなっていうふうに思うんだけど、まあ、まあ純粋に会って喋ってみると悪そうなやつじゃないなっていうところは本当に感じるんだけどね。 でもやっぱこうやってこういう容疑が明るみになったってことは、まあやったことっていうのもね明るみになってますけれども、本当に悪いことだよね。悪い人だよね。な、まあ、まあ若干パッと見こいつ悪そうだなって、悪い気あるなっていうのはあるんだけど、まあそこがやんちゃだなっていう風には、まあ感じたんだけど、まあそこまでなんか、ね、対応されるぐらいまでのこう詐欺やるような、う感じの子かなって思うことは今は思うけど、うーん まあでもあ、まあ、ありよりのありかな、そのべくん的にはありよりのありかな、っていうふうにはめちゃくちゃ思うんだけど、まあどっちやねんって言うんだけど、何逮捕されてんねんって思うんだけど、いやーだから、びっくりだよね。本当に逮捕っていうネットニュースになって。で、聖光学院出身ということで、今日、えー、福島県大会の夏の甲子園予選の県大会の、えー、抽選があって、 えー、組み合わせが決まったんだけど、なんかね、その聖光学院がこう、甲子園目指して頑張って、夏、最後の夏頑張っていこうって言ったとこに、この、まあ、園部、えー、そして聖光学院の加賀であったりとか、まあ、その聖光学院の、うまあ、伝統校である、競合である聖光学院に泥を塗るっていう形になるというかね、なんかこう、タイミングよく、なんか、タイムリーで、 まあ、北方高校と対戦するみたいな組み合わせみたいな感じでニュースになってて、たや、えー、元聖光学院、元オリックスの園部聡が、えー、詐欺罪で逮捕みたいなタイムリーにながってて、なんかこれ、で聖光学院さんとしては今から頑張ろうって言った時に本当に OB に水刺されたなっていうところはあるよね。で、園部聡って、まあ、岩木出身で、松坂風クラブ、 まあ、聖光学院、えー、オリックスって言ったところなんだけど、えー、93年に西口がいて、94年に岡野がいて、95年に園部と加賀。で、96年に船場様と八尾板。97年に佐藤俊也。98年に知能。で、99年に湯浅なんだよね。で、まあ、この2個下の佐藤俊也に対して、えー、詐欺、 えー、詐欺である投資を持ちかけたりとかしてたから、この辺の93年から99年の成功学院の元プロ、今プロである現役プロに対しても、なんやかんやこう、そういった詐欺の投資話とか、そういったところを持ちかけてた可能性もあるよね。いやー、だからね、本当にやっぱ、うん、かわいそうだよね。この世代の、えー、年代の、えー、現役プロ、えー、元プロ。 本当に可哀想だな、って言ったこ本当にやっぱ、先輩、いつまで経ってもこう、やっぱりこう、OB になっても、プロに行ったとしても、えー、プロになれなかったとしても、社会人になってもやっぱ先輩先輩なんで、まあ、そういう関わりってのはね、やっぱりこう、ずっと続いていくんだよね。だからこう、佐藤俊也もこう、断りにくかったところもあんだけどね、先輩に頼まれて。だから今回は、まあ、佐藤俊也が、えー、明るみにならなかったんだけどもね、まあ、あの、 女性がね、あのー、ちょっとあのー、そういった騙さ揃えてしまったって結果になったんだけど、いやー、この年代の OB、えー、今の現役プロの人たちも気をつけた方がいいと思うね。本当に、うん。この一件で、こう、ちょっとこう、気を引き締めるっていうかね、そういった上手い話にはやっぱりこう罠があるっていうところもあるし、いやー、だからねー、 これ、本当に、なんていうのそのーモレルの動画で、その辺サトは、いや戻ってきたら、出所したら一緒に野球やろうよ。できたらいいな、みたいなこと言ってたけど、うーん、園部さとし今なら間に合う。戻ってこい。戻ってこい。戻ってきたら、俺と一緒に野球をやろう。な、さとし俺も同じこと、ビーモレルの2年前の動画と、同じこと言ってるけど、まずは、 まずはね、心を正して、えー、ね、ゼロから勉強し直してね、また福島に帰ってきて、一緒に野球をやろう。野球やる場を俺は設けるから、一緒に野球やろうな。うん、そう。あのー、やっぱりこう、全部が全部、ええー、1から10まで悪いやつ、とは俺は思ってない。本当にまあ、あのー、自立確認とかね、そういったところは本人、 しかわかんないんだけど、擁護するわけじゃないけど、あの、第三者がなんだかんだ、なんやかんや、いうところまで、あの、詳しくは知らないんだけど、うん、だからね、こう、うん戻ってきたらあ、もう一回、あのー、ね、野球やろうぜ、うん。まあ、その、2年前のね、ーモレルさんの YouTube 見てもらえればね、本当にこ,こう、なんかこう、これが伏線回収か、みたいなぐらいの面白い動画になってるから、あの、見て、 ください。あの、気になった方はね。はい。いやー、でもね、本当にびっくりした。本当にね、園部里志の逮捕はびっくりしたあー。コラボしてもらってるから、だからこそびっくりしたんだけど、うーん戻ってきたらね、もう一回野球やりましょう。園部里志、頑張れ。